OK。はい、こんにちは。はい、こんにちは。日本語で、元気ですかって、あるやん。元気ですか元気ですか、はい、とか、元気って、どういう時に言う、うん、おー、なんかこう、久しぶりに連絡取り合う人とかには、大体そうよね。もう久しぶりだ、ね、毎日は言わんよね。うん、毎日会う人に。でもさ、英語の、How are you? って、日本語にすると、元気ですか、になるよね。はいはいはい、なるっていうか、まあ、そういうふうに大体訳されることが多い。うんうん、でも、向こう、その、英語では、How are you? って、普通にもう、毎日会う友達とかに毎日言うのよね。多分。へぇやけん、その感じで言うと、うんうん、その、日本人はでも別に毎日会う友達に、毎日元気とか元気ですかとか別に言わんや、うん。なんか、久しぶりに会う人に対して言う感じやね、大体。確かに。確かに。やけん、そこちょっと文化の違いっていうか、うん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 、ちょっとなんかね、ややこしいというか、うん、難しいのかね。ああ、そう、直訳するとちょっと、おかしくなる。そうそう、How are you? が元気ですかで別に間違いではないんやろうけど、うん、あそもそも別に毎日元気ですかとは、日本人は言わないから、はいはいはい、はい。その、あ、なるほどね。なんかちょっと難しいのね。ああ、そうやね。海外の人が日本に来たときに、あ、How are you? って、そうそうそう元気ですかって覚えてしまうと、多分誰かに毎日会って元気ですかって言っちゃうから、うん、あ何やこの人って違和感持たれちゃう。そうそうそうなんか、うん。で、まあ難しいのが、うん、でもネットとかで、この文字での会話だと、まあ誰かに最初に連絡するときに元気みたいな感じで、うんうん、割と普段の会話よりは元気っていう使うタイミングがやや増えるから、そこはそんなに違和感はないんだ、多分。テキストだとそうか。だから直接言葉で会話するときに毎回元気、はいはい、元気ですかっていうのはちょっと変かもしれないっていう、そういう話です。はい、なんで言えばいいんですか、うん、じゃあ それ何やろ。How are you? にこう変わる日本語。お疲れ様です。いや、変わるっていうか、まあ、普通に日本で、友達同士で会うときに、うん、おう、みたいな。ないんだ、ね、自由ない、そこは。まあ、こんにちはとも言わんし。音を発せればいいみたいな。まあ、みたいな。おう、みたいな。うんうん、おうで、だから、結論は、おうで。わかりました。How are you? の正式な日本語訳は、おう。うん、おう。そう。っていう結論です。あはい。勉強になりました。そういうわけで。ありがとうございます。さよなら。さよなら。はい。はい